海上自衛隊対迎型潜水艦が最新鋭となる日本。22隻体制から拡大傾向の予定。静粛性さらには、潜航深度は、世界でもトップクラス。そこに、今まで弱点ともされていた機動力が備わり、もはや厳選を超えたとも言われます。今回は、潜水艦の潜航深度と周辺国の潜水艦潜航深度を詳しく深掘りしていきますね。水素エンジンが開発搭載されるともう向かいうところ的なしですね。先行していても水素を生成、燃料電池システムでバッテリーに充電、考えただけでも最強かも。軍事用の潜水艦は海の忍者と呼ばれています。海中に潜んで敵艦船を攻撃するのが第一目的ですから、重要な要素である静粛性や連続潜航時間など様々なデータは門外不出の絶対秘密と言っていいでしょう。潜航深度もその秘密の一つですが、果たしてどの程度まで潜れるものなのでしょう。海流や水圧とかもありますからね。潜水艦はどれだけ深く潜れるかがポイント。2020年6月20日、土、防衛省から鹿児島県奄美大島沖を他国の潜水艦が海中に隠れたまま潜航状態で西へ進んでいくのを海上自衛隊が確認したという発表がありました。東アジアでは、日本以外では、中国、中華人民共和国、韓国、ロシア、台湾、中華民国などの国々が潜水艦を保有しています。こういった国々の軍用潜水艦は、一体、どれぐらいのスペックを持っているのか、今回は、潜航深度に焦点を絞って見ていきたいと思います。中国と台湾の正式名称を記載したのは別の国という認識からです。チャイニーズ・タイペイなんてこじつけの名前で、オリンピックやスポーツ大会にエントリーしたこともありましたね。台湾からの申し出ではなくて、中国からの圧力だったと思われます。これはアメリカ海軍から提供されたものです。2012年平成24年10月29日、訪中したメイバス海軍長官当時の視察を受ける中国海軍の元型潜水艦の姿です。2012年といえば、前年発生した東日本大震災から日も浅く、日本はてんてこまいしていた時期です。同盟国アメリカは、こういう動きをしていたんですね。どういう意図があって中国を視察したのでしょうか。潜水艦の潜航深度については、性能を示すコア部分ですから、当然、各国とも機密扱いです。つまり、詳細は全く不明です。もちろん、海上自衛隊の潜水艦についても、防衛機密ですから公表されることはないはずです。ここで問題があります。実は、日本のように、潜水艦を独自に設計して建造できる国というのが、そんなに多くはないということです。例えば韓国や台湾などですが、他国の輸出用潜水艦を購入して運用しています。輸出用潜水艦は、販売用ですから、商品見本、要するにカタログがあります。自動車などと同じですね。そのカタログスペックとして、潜航深度を公開していることが多いので、カタログの数値から、ある程度の数値が推理可能と言われています。軍備に力を入れていると思われる韓国が潜水艦を自国建造していないというのは意外に感じますね。費用対効果を考えて自国で設計、開発するより他国から購入した方がメンテの手間も省けるし、と考えたのでしょうか。台湾の場合は購入を打診された国が明らかに中国へ忖度したというか、中国からの圧力があって協力できないという理由でしょうね。お隣の軍事大国中国は、当然ながら自国で設計し、建造しています。中国は、潜水艦先進国であったロシアの技術を研究するため、1990年代半ばから2000年代前半にかけて、ロシアの輸出用潜水艦を12隻も購入しています。時代的には、旧ソビエト崩壊後5年後から10年後の期間になるようですが、ソビエトがなくなり、市場経済に移行したのはいいが、期待通りに生活が向上しないことに不満を訴えていた市民たちのニュースをご覧になった人も多いでしょう。また、ソビエトの方が良かったという意見も多かったようです。そんな市民の不
不満や安定しない政治体制、何よりも経済危機に苦しんでいたこの頃のロシアが、新型の潜水艦を作っていたんでしょうか。ソビエトが建造途中で放り出した兵器を、各衛星国、ウクライナ、ベラルーシなどに払い下げたことも数多くあったと聞きます。その中の一つが、中国の空母遼寧に生まれ変わったというエピソードも有名ですね。中国が研究用として買った12隻の潜水艦は、実は旧ソビエト時代のものではなかったのかなと考えてしまいます。だとすると、最新鋭とは言えないですし、そんなのを研究しても、お金の無駄ではないかと感じるのは筆者だけでしょうか。そんな中国は、2010年以降、自国で開発した潜水艦を、タイやパキスタンに販売しています。輸出にあたっては、自国の潜水艦より、あえてスペックダウンしている可能性も考えられますね。アメリカでも、輸出用潜水艦はスペックダウンしていますし。そう、日本がアメリカから購入している戦闘機もスペックダウンされているんですよ。これは無視できないポイントだと思いませんか？だからこそ、日本は自国単独での開発に全力で取り組んできたというわけです。他国に販売する場合、ある程度の情報、先行進度は公開しているようです。まるっきり秘密だったら、商品見本の意味がないですよね。ちなみに、海上自衛隊の水中作業員は、450m の深さまで到達できると言われています。前述のように、中国が潜水艦技術のフィードバックを目的として、ロシアから12隻購入したキロ級潜水艦も、先行進度は300m程度と言われています。これがロシア海軍のキロ級潜水艦です。こういった情報から類推すると、中国の元型潜水艦は、先行進度に関しては、おおむね300メートル以上400メートル程度と言えるのではないかと思われます。中国は潜水艦に歴代王朝の名前を付けるようにしているみたいですね。元はジンギスカンの子孫が建てた国の名前ですし、小級潜水艦は古代の伝説王朝賞にちなんでいると思われます。日本の潜水艦は海生動物の名前を付けることにしているようです。そう、竜や闘竜。大芸などですね。海上自衛隊が保有する潜水艦の先行進度は、当然ながら公表はされていません。しかし、潜水艦のトラブル対処などのため、海自に配備されている潜水艦救難艦地は、やには、深度1000メートル程度においても、救助活動が可能な DSRV、ディープ、サブマージェンス、レスキュー、ビアクルが、搭載されています。この DSRV は、深海救難艇といい、海中で遭難、沈没した潜水艦の乗員を救助する専用の潜水艇です。また、チワ、ヤの水中作業員は、以前、水圧に体をさらしながら深く潜っていく飽和潜水という技術で、水深 450m へ到達したというすごい記録を打ち立てているのです。水圧に耐えるテクノロジーというわけですが、すごいですね。アメリカのシーウルフ級原子力潜水艦の先行進度は約500メートルと推測されています。チワ、ヤと50メートルしか差がありませんね。それもあって、海上自衛隊の潜水艦も同程度の先行進度があるという可能性が否定できないのです。ただし、何度も言いますが、これらはあくまでもカタログスペックの数値です。お客様用の見せかけの性能とも言えるでしょう。下駄を履かせた数字とも考えられますね。前述したように、正確で詳細な先行進度ではありませんし、言うまでもなく、同シリーズの艦であっても、それぞれの艦ごとに細かく異なっているのです。ちなみに、DSRV のような救難用の潜水艇以外の一般的な軍事用潜水艦で最も深く潜ったのは旧ソ連の685型原子力潜水艦 K278 と言われています。この艦は1985年昭和60年に深度1027メートルという記録を打ち立てています。水深1キロメートルというのは確かにすごいですよね。もともと
この685型原子力潜水艦 K278 は、大深度潜航の実験に使用されることが多かったようです。その目的を見事叶えたといえる素晴らしい記録を出したわけですね。しかし、685型原子力潜水艦は、大深度への潜航を可能にするため、船体構造にチタン合金を使用していました。コストや潜水艦としての最優先事項である、静粛性をあまり重要視しない設計だったと見られています。軍事大国で大きく、重くのイメージがある旧ソビエトらしい構造だったなと思ってしまいますね。惜しげもなく国家予算を注ぎ込んで世界一を狙ったんでしょうか。ソビエト崩壊まで6年ですから、今考えると、偉大なるソビエトの最後の栄光だったとも言えるのかもしれません。ちなみに、この K278 原潜は、コムソモレツという艦名が付けられました。ソビエトでは、名前を付けられる艦艇はあまりなかったそうですが、世界一の記録を出したことを称えて、共産党青年同盟を意味するコムソモレツと命名されたということです。しかし、コムソモレツの艦命はあまり長くなかったようです。世界一の深度を出してから4年後の1989年、平成元年4月、ノルウェー沖で演習中に火災が発生しました。緊急浮上したコムソモレツでしたが、電線のショートにより原子炉が急停し、火災が拡大し艦は沈没しました。沈没の際、脱出した乗組員は低温の海中に飛び込んだので、凍死したものも多かったそうです。4月のバルト海ですからね。また、経験の浅いチームが乗り込んでいたため、脱出用チェンバーの使い方を知らなかったことも、犠牲者を増やした原因と言われています。乗組員64名のうち、半数以上の42名が亡くなるという大惨事となりました。栄光も短かったのですね。